エルエモンキャドルームフュージョン360で3次元キャドリ用技術者試験1級準1級サンプル問題やってみたよ。ご注意、テルエモンキャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト、文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうも、テルエモンです。今日なんですけれども、前回の動画ですね、見ていただいた方はあるかもしれないんですが、キャドリ予備者試験のですね、三次元キャドの方の、こちらのサンプル問題の方を、ちょっと解いていきたいと思います。はい。こちらの問1の方は、もうすでに別の動画で今収録終わりまして、今続きの問2の方を、ちょっとやっていきたいと思います。で、こちらこの図面を見て、モデル、3D モデルを作りなさいよという問題です。でですね、先ほど問1の問題だけ見たんですが、これ、私事前の準備をしているわけではなくて、今久しぶりにですね、こちらの問題を見て、久しぶりにこういった三面図から、3D モデルを作るというちょっと今チャレンジしてみています。なので今から行う作業ですね。この問題を解く上でベストな回答を説明するような形にはならないかもしれないです。ので、その辺を考慮していただけると思います。今ちょっと初めて何も予習なしで、練習なしで、今こちらの図面を見て、問題を解いていくっていうのを、まあ、生放送ではないですが、まあ、収録になりますけども、やった作業をそのまま動画にしてアップしていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。でまず、表示の場合、Z 軸とか XY 軸は、この正面、平面、右側面合ってますので、このまま、正面、上、右という捉え方で作っていって大丈夫かなと思います。最終的には距離とか面積を出していくわけなんですが、まず形ができない頃には始まらないので、こちらの寸法を見ながら、と座標位置をこちら注意しながら、ちょっとやっていきたいと思います。ですね、まあ、こういう三面図ですね、試験結構難しい問題ではですね、私も過去に、受けたことがあるんですけども、あまり日常でですね、三面図から3Dモデルを作るのやってない方ですと、非常にですね、この辺難しいですよね。なので、ちょっと私も今からやっていきますが、ベストな作り方なくて、まずできるところから、わかるところから作っていくっていうのも一つかなと思います。まず、また私はこの上から見た時の75で、ここはなんとか四角っぽくて、あとここなんか、切りかかれてる、カットされてる感じが多分。これね、斜めにカットしてるのが試験多いですね。私今久しぶりに見ましたけども。わかるところをちょっとまず作ってベースですね。それで、あとこういった斜めのカットはそれぞれと考えていこうかなと思います。で、寸法ですね。この上の図面見たり、正面見たりして、こう、大きさをですね、まあ、確認していくって形ですね。で、まずは75。で、ここの幅が25かな。で、高さも120の四角を一回作ってか。それが正面で見て書いてもいいかな。で、こっちの押し出しておけばいいんですよね。では、正面に一回スケッチ書きますね。で、ここのちょっと細長い部分だけちょっと今作っていきたいと思います。で、キーボードのショートカット D を押すとすぐ寸法に入りますね。で、120一気に作っちゃっていいかな。一応ここに線があるので、ここまでしといた方がいいのかなんですが、そうですね。こっち見ると、斜めにカットされてるような感じなので、一旦120枚作っちゃっていいですかね。で、こちらが、
25。25ですね。で、その75を押し出していきますね。これを75。押し出していくと。で、上から見てこう。よいしょ。上から見て、XY で見るとこうですね。間違ってないですね。XY。まず、今原点ここで、今、こっち横に形状ありますよね。で、今度、ここのところ、今上から見てますけど、ここにこういった形状が必要だよと。しかも、斜めになってるんですね。一回、ここの寸法を書いて、ロフトでやった方がいいのかな。それか、どうしようかな。一回ここを書いて、25を押し出して、ここの斜めの部分をカットしてとかかな。ちょっとそれで行ってみましょうか。なので今、スキッサクセプのこっちの面ですね。こちらの面に、すいません、向きを、こうですね。こちらと合わせまして、ちょっとですね、久しぶりにやってるのちょっと自信がないな。で、一番端までのところを一回取ってきますね。で、こう中央。寸法決まるかと思ってて、ここ100です。決まったな。よかった。最初、決まないかなと思ったら、そうすると、これ100でも決まりますよね。こうするの25の100と。で、この25ミリ押し出してきます。こっち方面マイナスになりますかね。マイナス25と。で、結合しちゃっていいですよね。で、真正面から見て、こうで、上から見たとき、こうってちょっと。ここの三角が必要ってことですね。こっちもですけど。ちょっとこの付け方よかったな。で、ここの線をちょっと一回書いてみますか。ここも、寸法入ってるんで。よいしょ。中点にならないです。よいしょ。どうカットしていくか。平行で書いちゃってるか。すいません。一回この平行の法則を消します。で、37.5。で、ここ斜めにカットすればいいっていう形ですよね。3点追加するね。どうにか。これ多分。できますけど、これ結合しちゃってるので、一回結合外しまして、新規ボディにして、で、ボディ分割でこれ、まあ、ちょっとベストな作り方ではないって感じですね。で、ここの部分は除去。やってこれスケッチ側のこれスケッチ側。寸法表示。いや、それ37.5の62.5。で、これすいません。寸法表示。75の100になってるわけなので、問題ないですよね。ちょっと今慎重にちょっとやってます。試験だと早そう。自由ですけど、確実に。なんで言ってる、やってることは間違ってないですよね。上から少しは見ますよと。で、大体同じ。大体使う、同じですよね。よし、OK。で、あとこの、ちょっとやらしい、この辺のカットですね。ここ斜めに、こう来て、
で、こっちも斜めにこうなる。ここの辺からこっちの角までこう斜めにカットされる感じかな。ちょっと一回ここをロフトでやっていいかな。それか、さっきの平面とかです。ちょっと一回スケッチで。ちょっとざっくり来たので一回スケッチで、ここ、四角描いてます。ちょっともしかすると独り言が多くなってくるかもしれない。まあ独り言、もそもそも独り言です。ここからロフトで行ったら、間違ってたの、すいませんって感じ。これって選べないんだっけ。どうしても面になっちゃう。ちょっとそこもちょっと点作るか。ちょっと形が合ってるから。こうでどうだ。こうなりますよね。で、こうだ。右側面ちゃんと見てなかった。右側面もでもいいんだ。大丈夫かな。で、こうですね。で、こう。はい。ロフトでやってましたけど、いいかな。四角書いてて。あんまり極力ロフトって使いたくないんですけども、あんまり極力ロフトは使いたくないのですが、あんまり作り方こだわらずに。で、ちょっと答え合わせをしながら、で、今回この下ですね。で、こっちから見た三角と、正面から見た三角をまず一回書いてみて、あんまりロフトは使いたくないですけども、ちょっと一回こっち、まあ、これです。25の50か。終点ではなくて、位置ですね。で、よし、はい。こういうふうに中点につくと困るんですね。で、ここが 12.5。はい、と。で、ここの分をカットしなさいよ、ということですね。また3点を追加する平面で、この3つをカットせなくできますか。で、ミディ結合しないですよね。なので、ここのボディだけで、ボディ分割で、こちらを、分割するで、こちらでカットして、この字だもん、ちょっと。ここで除去。で、あと、ここですか。で、ここが。斜めにこう来てて、ここに当てたから。まあ、ここを、正面から見た形を書いて、こっから60か。この面から60って言ってるので、この面から60カット。また、まあ、この面にスケッチ書いていきますか。そうなると。で、どうしていくかな。カットする分をちょっと一回四角で書いていきますね。で、こちらが、35。この、こっ
からここまでが三次考慮。これを一回消して、ここが三次ですか。これで六次一回削ってみようかな。これで六次。マイナスになるかも。こういうことか。良さそうですね。今、ここがこうフリーになっちゃうのが、嫌と言えば嫌なんですけど、まあ、これはただここと、まあ、こういう頂点と一冊も良くないんですけど、ね、こうしてやってあげればいいかな。あとは、こっち、面につくて、こっからこっちに書いただけです。まあ、ここが分かりやすく、この面に対して四角を書いて、60ミリカットしたと。こんな感じですかね。そうです。ここの斜めのここをどうやって出すんだっていう形なんですけど、基本的にここをカットすると自然にここの斜めのラインはこうできるんです。だからここのスケッチどう書く、こう、正面から見るだけのスケッチ気にしたんですけども、単純に60個こうわーってカットしていくと自然にここのラインできるなっていう感じはしたんですね。いやー、この辺はちょっと、久しぶり、ちょっと頭をだいぶ使いました。あと、ちょっと、だからこれ答えがあってですね。で、今さて2つに分かれているので結合します。結合と。形的には合ってると思うんですけれども。はい、説明4からですね。点 A。ここの中点か。と点 B。こことここの中点を検査するときって、中点を作んなきゃいけないのかな？あ、大丈夫か。計測でスナップ点で、ここの真ん中、今選べましたね。で、ここの線の真ん中。58.962。58.962 なんで、4はいい答えですかね。4合ってるよ、答えと。よいしょ。今ですね、私、ここに点、中点なんで、ここに点作ってやらなきゃいけないと、一応このスナップ点を表示ですね、計測の方でやると、そのままいけますかね。これ何とかクリックすると解除になります。で、次の問題。設問図5で塗りつぶしてある部分の表面積の値を計測し。ここの部分のことか。こことここの面積、これ今足ささってるのかな。1と2を足した場合なんですけど、今角度が出てきてますね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。遠すぎるですので、一回、それで、この時としてはこちら二つの目を選びます。はい。これサーフィスでダメなんだっけか。距離とかしか出てこない。角度になっちゃうのか。そうなるとサーフィスで、一回オフセットとかでこの面を二つ選んで OK かな。今の二つの面出てくるので、これでプロパティで、面積が1760。60.83 だから、1761ですかね。5番、合ってると。この計測の仕方、確かに昔これやってたんですけど、今はもうこの機能しかないのかな、やるんだと。
ボディの調子の。まあ、9、まあ、1個は出るんですけど、もう1個選んで、こういうところ足さなきゃいけなくなるみたいな。まあ、今の差別のやり方で、やるという感じですかね。ちょっと他にも良い方があったら、ちょっと後で、この動画終わった後に追加の動画をちょっと入れたいと思いますが、ちょっと今のところ多分この作り方になるかなと思います。で、次、設問6。また面積ですか。こことここ。これ足し算すればいいって話なんですけど、ちょっと、また、オフセットで、距離を要は0にするとかね。オセット0にして、ケースを作ると、もう出来上がるので、これ右クリックで、プロパティ。4570.4。1030なんで、ここですね。2番。接続6、2番。2番合ってますね。はい。で、最後の、問い2でいくと、最後の問題に。質量体積ですかね、大体。体積と重心か。こちら、ボディを右クリックでプロパティ。3、体積が、体積が2.828。2.828。うわぁ、この辺はどうだろう。X が19.75。これですか、19.75の45.42。で、5.736。3番かな。本当にこの小数桁1、0、まあ、1とかなんで、本当にここ。一応このフュージョンで正確に言うと、まあ、情報ですね。3番。だと思います。これちょっと結構この試験だけ気軽すぎちゃうんですね。2番3、3とか、設問7は3ですね。合ってましたね。すごい近いあたりをこう、並べてるので、ちょっとでも間違えるとダメですよね。まあ、ちょっと形ができちゃってると、こう、近い台選べば当たっちゃうので、まあ、本当に正確にできてるかって、通るとするときに感じになっちゃうかなと思いますけども。はい。はい、設問2が、以上ですね。今、時間何分か、22分か。そうですね、1級だと15分で解かなきゃいけないので、まあ、ちょっと説明しながらでもありましたけど、まあ本来もうちょっと早く解いていかなきゃいけないね。一応準備1級であると少し時間余裕があるというような感じですかね。はい。一人で今日最初。そうですね。今回こういう作り方がベストだったのかって言われると、悪くはない作りが、そんなに積みはみしてるわけじゃないので、まあ、削ったとこも一回追加してとかっていうのはないので、まあ、作りとしては悪くはないのかなと思います。一応私の中で作りやすいところから、まずここの寸法を追っていって、まあ、書いていきましたが、こういう斜めの面ですね、っていうのはちょっと図面読み取るっていうのが難しいんですが、これ何問か解いてですね、ちょっと今私久しぶりにやったので、確かこうやってこうやるとこうなるようなってやってみたんですけど、大体こういう問題が出るので、まあ、慣れておくっていうのが大事かもしれません、試験の時に。で、まずは、私はちょっとイメ、頭の中でイメージしながらちょっとやってきましたが、イメージできない場合も、とりあえず手を動かして、と私もこの三角のところで、とりあえずもう正面から見たこのスケッチと、横から見たスケッチとりあえず書いてみて、で、角をカットするんだから、じゃあ3点ちょっと平面作って、ここ、ボディ分割しようかな、っていうような形になっていったので、まずこう作りながら見るかですね。例えば今回、ここのロフトの部分をちょっと、まあ、四角書いて、ここの点でやれば、ああ、カットできるんじゃないかなと思ってやりましたけど、上から見た時のここの三角書いたり、横から見た時の、ここの三角ここの三角のラインを書いたりとかですね。してみながら、ここをちょっと作っていってもいいかなと思います。はい。そうですね。今、そうさ、ここロフトでもし作らないんだと、ちょっと一回これ。ソリッド状態でクリックしてデリートキーでもう一回削除しますね。
で、そうですね。例えばこれ、上から見たときのこのラインを書きますよね。はい。横から見たときのラインを書きますね。ちょっとまあ、さっき言いました。極力ロフトでやりたくない。まあ、あんまりやらない方がいいかなっていう私の思いがあるので、こうですかね、ここが一致するような感じですよね。高さ。で、多分ここはまっすぐにカットするんだなってなるので、ただこれと、何で平面、まあ、平面でもいいかな、サーフじゃなくて。傾斜平面とかでこれを、この線分を軸に、こういう平面を作っておいて、押し出しカットで、これカットしていくんですけど、オブジェクトでこの面までにして、こうカットするかですね。はい。まあ、こちらの方が、ちょっと私的には、あまりロフトを使うとですね、場合によってこう、ねじれてしまったりする場合ですよね。この断面の断面。ここなので、要はここは直線にならない場合もあるかもしれないな、と思ってしまうので、ちょっと今みたいな形で、そうですね。で、なんでこの今、平面こう、タイル作ったかというと、この右から見たときに、もしこれ斜めになってるんですけど、ここにこう、線とか点線が出てくるはずなの、はずなので、で、上から見たこの三角を、こちらの、まあ、平らの、斜めの面ですけど、この斜めの面で、この直線を、で作った平面を作ることで、作れるかなと思ったので、今こちらの方をちょっとやってみましたと。まあ、こういうとこ作って難しいですね。はい。まあ、これでもさせて、ちょっと最後の知ってるだけでも上がってみますか。同じ作りが大丈夫だと思います。2.828 の 19.754、4.542 の 5.73。はい。どう話になるかなと思います。はい。じゃあ、説明の方以上にしたいと思います。はい。ご清聴どうも、ご清聴、そしてご視聴、どうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。